今日はワクワク。はい、今日紹介するのはこれ、冷蔵庫。冷蔵庫だよ。アンパンマンのコークさんが使う冷蔵庫。開けていってみるね。こんな感じで入っていたよ。アンパンマンがウィンクしてて、袋の中に入ってるから開けていってみるね。こんな感じ。そしてシールもあるから、このシールも貼っていくんだね。この中はどんな感じになってるのかな。一番下から開けていってみようかな。一番下には野菜、この引き出しごと全部外れるんだね。これはメロンかな。メロンとリンゴ、そしてバナナ、3種類が入っていたよ。そしてこの中に戻せたね。そしてここには何が入ってるのかな。なんか飛び出てきたね。こうやって飛び出てくるよ。これはアンパンマンの手なのかな。これはアイスクリームなのかな。すごい飛び出てきたよ。なんだろうねこれね。そしてこっちにも飛び出てきた。これはアイスクリームだね。アイスクリームが飛び出てきたよ。こんな感じで2つポーンと飛び出るようになっているね。そして一番上のこれはすごい、なんかいろいろ入っていたよ。これがケチャップだね。ケチャップが入っていて、こうやってくるくる回して、そしてこうやって元のところに戻すことができたね。そしてこれは何かな。これはアップルジュースとミルクと、そしてこれはチーズだね。それからこれはくるくる回転してハンバーグやオムライス、サンドイッチ、カレーライス、サラダ、いろんなお料理がこの中に入っているんだね。それじゃあシールを貼っていくよ。冷蔵庫の中には卵が入っていて、ここかな、このところに貼っていくよ。よし。そしてその上のところにも、これこの食料品が、よし、これで2段重ねの棚ができたね。そしてこのアンパンマンの冷蔵庫の外側に、このドキンちゃんのシールと、そしてバイキンマンのシールも貼っていくよ。これはメモ書きになるのかな。そしてこのお星様のマークを、よいしょ、こうやって貼っていって、冷蔵庫が楽しい雰囲気にどんどんとなっていくね。この下のところにも貼っておこうかな。そしてあともう一つがあるから、これもこの上のところにしようかな。上のところに貼ったよ。こんな感じでアンパンマンの冷蔵庫が1段、そして2段、よいしょ、そして3段の冷蔵庫が、その中にいろいろなお料理や食料品が入っていたよ。アンパンマンの冷蔵庫、楽しかったかな。チャンネル登録して次の動画でも遊ぼうねー。